エアフィリピン541便墜落事故は2000年4月19日に発生した航空事故である。二の焼きの国際空港からダバオ国際空港へ向かっていったエアフィリピン541便が空港手前のココナッツ農園に墜落し、乗員乗客131人全員が死亡した。これはフィリピンで最も多くの死者を伴った航空災害であり、 ボーイング737から200としては3番目に死者数が多い事故となった。事故機のボーイング737から 2H4 は1978年2月、初めにサウスウェスト航空に納入され、N50SW として登録されていた。20年後にエアフィリピンに売却され、RPC3010 として登録された。541便は、 二の八木の国際空港からダバオ国際空港へ向かう国内定期旅客便で二の八木の国際空港を現地時間5時21分に離陸した。ダバオ国際空港への到着予定は6時45分だった。当初、541便は滑走路05へ ILS 侵入で着陸する予定だったが、パイロットは滑走路23への VOR、DME 侵入に切り替えた。 541便は滑走路23に生体し、侵入を開始したが、グライドスロープを大幅に下回っていた。最終的に機体は滑走路から 8km 離れた丘の中原にあるココナッツ農園に墜落した。衝撃により火災が発生し、機体は焼け落ちた。541便の登場リストには外国人の名前が記載されていたが、具体的な人数は不明だった。 確認されたのは、マニラ在住の35歳のオーストラリア人男性と、フィリピン人の妻、彼らの2歳の娘だけであった。島民たちは、事故機が低空飛行し、ココナッツの木に接触したと証言した。ココナッツの木との衝突により、主翼の一部が破損した。また、島民たちは、エンジンの出力を上げて上昇しようとしたが、それに失敗して墜落したようだと話した。 飛行機はココナッツ農園の中に墜落し出火した。空港当局によれば事故当時空港付近で霧が発生していた。ありがとうございます。